第43回全日本実業団対抗女子駅伝、クイーンズ駅伝、11月26日、宮城、松島町文化観光交流館前、更新ゴムアスリートパーク仙台、6区間 42.195km、資生堂、シマリノが一区区間新の改装。連敗向けて好発進、クイーンズ駅伝クイーンズ駅伝が行われ、 ミクは積水化学ルーキーの山本祐誠が区間賞を獲得。5000メートル世界選手権代表の貫禄を見せた。4.2km 区間。山本はトップの資生堂から43秒差の5位でスタートした。そこからぐんぐんと前を追い、13分13秒で2位に順位を上げて佐藤さやかにタスキをつないだ。資生堂からは26秒差に詰めた。 山本は名城大卒の1年目、7月のアジア選手権5000メートルで金メダルを獲得し、ブダペスト世界選手権にも初出場を果たす。秋にはアジア大会でも代表入りした。5000メートルは15分16秒71がベスト。3位に第一生命グループ、4位にパナソニックが続き、ダイハツ、JP 日本郵政グループ。 初出場の選考が7位中継と検討している。